子育てよりかご武蔵野フェスティバルの話題も併せてご紹介しますどうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいそれでは最初の話題です市はこの度子どもの権利に関する条例のもとになる考え素案を作成しました番組ではこれまでも子どもの権利や条例制定に向けた取り組みについてお伝えしてきました ここで改めて概要を振り返ってみます。子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を保障するための国際的なルールで、18歳未満を子どもと位置づけ、大人と同じく一人の人間として持っている権利や、子どもならではの権利について定めています。1989年に国連で 子どもの権利条約が採択され、現在、日本を含む196の国と地域が参加しています。この条約の理念に基づいて、子ども基本法が令和4年6月に公布、令和5年4月に施行されます。東京都など様々な自治体においても、子どもの権利に関する条例を作る動きが広がっています。 素案の主な内容や条例の制定に向けてどのように検討が進められているのかなどについて、今日は子ども子育て支援課の福原主任にお話を伺いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。子どもの権利条例可視の素案がまとまったということなんですが、最初にこの条例の目的について教えてください。はい。 市は子どもの最善の利益を尊重する社会の実現という基本理念のもと子どもや子育てのためのさまざまな施策を実施してきましたが子どもの権利条約の理念に基づく市政運営を未来にわたって続けていくためには条例で基本的な考え方と方向性を定めておくことが重要になります市では子どもの権利を守る町としての大切なルールを残していきたいと考え 子どもの権利条例過小の制定に向けて準備を進めていますはい条例についてこれまでどのように検討されてきたんでしょうかはい有識者や公募市民の方子どもに関わる団体の方などで構成される子どもの権利に関する条例検討委員会で昨年の5月から議論を重ねましたこのほか子どもへのアンケートや 子供や子供の支援に関わる方々との意見交換、中高生世代を対象としたワークショップ、ティーンズムサカツも開催しました。また、市内の施設の視察なども行ってきました。こうした取り組みを通じて検討した内容は、今年5月に委員会中間報告としてまとめられました。この中間報告について、 市は市民の方からの意見募集、パブリックコメントを実施し、そのパブリックコメントには、一般の大人と子供を合わせて、1600件を超える意見をいただきました。その際に実施した子供アンケートでは、1000件近くの回答の中、8割以上の子供たちが子供の権利に関する条例を作ることについて、 良いことだと思うと回答していますこれまでのこうした取り組みで得られた多様な意見を参考に今回市は子どもの権利条例過小の素案を作成しましたはいわかりましたえ今回まとめられた素案はどんな内容になっているんでしょうかはいまず条例の理念やメッセージを表す前文に子どもたちの言葉を掲げました この子どもたちの言葉は中高生世代を対象にしたワークショップ「ティーンズ無差活」や子ども向けのパブリックコメントで出された子どもの意見をもとに作られ最終的な文章はティーンズ無差活の実行委員の子どもたちが考えましたその一部をご紹介しますと大人と子どもはお互いの権利を理解し尊重し合うことでそれぞれの権利を守ります また、私たち子供はお互いを尊重し合って行動することができます。私たちは自分自身のことを大切に思い、幸せを感じられるよう、これらのことを願います。そして、これらの願いが届くような街であることを望みます。となっています。 はい、あの子どもたちが考えた言葉がそのまま反映されているということで、まあ、子どもにとっても分かりやすいですしこうダイレクトにこの思いとか願いが伝わってくるメッセージですね。この素のほか案主な内容についいいてて詳しくく教えてくださいはい、条例素案は検討委員会報告を踏まえまたさまざまなご意見を参考に作成しました。 子供からのパブリックコメントで意見の多かった子供の意見表明や子供の居場所、子供の相談、いじめの禁止などについても記載しています。子供の意見表明の項目では子供は自由に自分の意見を表明することができます。市、市民及び育ち学ぶ施設は子供に影響を及ぼすことを決めるときは 子供の意見を聞き、その意見を子供の年齢及び発達に応じて尊重し、その最善の利益を優先して考慮します、などと定めています。また、子供の居場所については、子供が自分らしくいられる場所や、子供の年齢、発達に応じた居場所を整備することなども盛り込みました。そして、いじめ、 虐待、暴力や子どもの相談に関しては子どもが安心して相談できる体制を作ることやいじめや虐待、暴力の禁止、防止これらが起きたときの対応子どもの権利擁護の仕組みなどについて規定しています。ははい。いい。条例くり、今後どのよううなスケジュールでで進められていくんでしょうか。はい 今回まとめた条例草案について、改めて市民の方からの意見募集、パブリックコメントを実施します。市民の方からいただいた意見を参考に、市が最終的な条例案を作成し、市議会に提出する予定です。パブリックコメントの実施期間は、12月12日までで、提出は郵送、ファックス、E メール、市ホームページ、 または直接、子ども・子育て支援課までお願いします。条例素案は、市のホームページに掲載しているほか、子ども・子育て支援課や、各市政センター、図書館、コミセン、桜堤児童館などでもご覧いただけます。このほか、市民意見交換会を11月26日、29日、 12月3日の3日間で開催します会場や時間など、詳しくは市のホームページに掲載していますパブリックコメントは、条例の当事者である子どもの皆さんからも多く意見をいただきたいと考えており条例草案を分かりやすく示した広報物や意見を入力するアンケートフォームもご用意しましたのでぜひご回答ください はい地域全体で子どもの権利を守る意識を高めていくそのきっかけになるといいですねはい、はい、今日どうもありがとうございましたありがとうございました子どもの権利条例過小の素案について詳しくは司法11月15日号に掲載していますお問い合わせは子ども子育て支援課までどうぞそれでは次の話題です 武蔵野市民文化会館で11月3日市政志向75周年記念事業が実施され名誉市民の推挙場贈呈などが行われました記念事業では武蔵野ジュニア合唱団風による武蔵野市民の歌の合唱や松下市長の挨拶などに続いて名誉市民の推挙が行われました 名誉市民に選挙されたのは、東京大学名誉教授で、今年3月に83歳で亡くなった行政学者の子・西尾雅さんです。ご家族の西尾博さんに、推挙状と名誉市民賞が渡されました。西尾さんは、国の地方分権推進委員や地方制度調査会長などを歴任、 第一次地方文献改革を実現させるなど国や地方の制度改革に大きな役割を果たしました武蔵野市においても長期計画の策定委員長などを歴任し市民参加と対話によって計画を策定するいわゆる武蔵野市方式の基礎を築きました。名誉市民のの挙は、昭和36年の 武蔵野市名誉市民条例施行以来、西尾さんが十三人目です。会場では、武蔵野市立第一中学校吹奏楽部による、吹奏楽コンサートが行われました。終了後には、自治基本条例に関するシンポジウムも開催されました。続いての話題です。武蔵野市立保健センターで十月二十九日。 子育てゆりかご武蔵野フェスティバルの会場にはみんなでアートのコーナーが設けられ子どもたちがうさぎやぶどう柿などの色塗りや飾り付けなどを行い秋の森を完成させますこのイベントは10月の子ども子育て応援月間に合わせて妊娠中の人や未就学児と その家庭などを対象に、子育ての楽しさや地域とのつながりを感じてもらおうと市が開催しました。遊びの広場や手作りおもちゃコーナーなどが設けられ、親子が一緒に紙コップロケット作りや魚釣り、体を動かす遊びなどに参加しました。イベントの企画や運営は、保育士さんをはじめ市内の保育園や 子育て支援施設に所属する実行委員のメンバーが中心となって実施しました会場では井の頭公園アートマーケッツのパフォーマーによるバイオリンの演奏や紙芝居バルーンアートの披露のほか講座や展示なども行われ多くの人たちでにぎわっていました。続いて、武蔵野市かららのお知らせです。 市と武蔵野商工会議所は、令和5年2月に武蔵野市暮らし地域応援券事業の第3弾を実施します。現在、応援券を使用できる取扱加盟店を募集しています。対象や申し込み方法などの詳細は、特設サイトに掲載しています。11月30日までに申し込みをした事業者は、応援券と一緒に送付する 取扱い加盟店一覧チラシに掲載されます。暮らし地域応援券第三弾では。一人当たり五千五百円分の割引券として使える応援券を。すべての市民に世帯ごとに送付します。使用期間は令和五年二月一日から令和五年三月三十一日までです。いかがでしたでしょうか。今回の武蔵野シティニュース。 今年も市内三駅周辺では恒例の武蔵野イルミネーションが行われています。これから本格的に寒い季節がやってきますが、街の明かりにちょっとほっこり温かい気持ちになりますね。それでは次回の武蔵野シティニュースをどうぞお楽しみに。